計算機科学とは、情報と計算の理論的基礎、及びそのコンピュータ上への実装と応用に関する研究分野である。コンピュータ科学には様々な分野がある。コンピュータグラフィックスのように応用に力点がある、領域もあれば、理論計算機科学と呼ばれる分野のように数学的な、性格が強い分野もある。計算科学は、科学技術計算という、 計算需要に応えるための分野であり、それを実現する手段の研究は高性能、計算である。また、一見わかりやすい分類として、計算機工学など、ハードウェアと、プログラミングなど、ソフトウェアという分類があるが、最高性可能コンピューティングのようにその両方と言える、分野があるなど、単純に分類ができるようなものではない。アンティキティラ等の機械アストロラーベソロバンや一種の、 アナログ計算機と言えるような機械といった計算を手助けするものは古代から存在していた。計算機械と今日言われるような機械としては最初の機械式計算機がビルヘルムシッカートによって1623年に作られた。チャールズ・バベッジはビクトリア朝時代にプログラム可能な解析機関を設計した。1890年には ハーマン・ホレリスの発明したパンチカードシステムが米国税調査に初めて使用されている。1920年代以前、コンピューターという言葉は仕事として、計算を行う人を指していた。しかしこの時代に、現代に通じる計算理論と計算模型が考案されている。クルット・ゲーデル、アロンゾ・チャーチ、アラン・チューリングなど、 後に計算機科学と呼ばれるようになる分野の先駆者は、計算可能性、すなわち紙と鉛筆と命令書だけで、どのようなものが計算できるかに興味を抱いた。この研究は、一部には人間に付きのの間違いをすることなく、自動的に計算を行う、計算する機械を開発したいという欲求に基づくものであった。この重要な洞察は、 あらゆる計算作業をすべて実行可能な汎用の計算システムを構築することを意味し、それまでの専用機械を汎用計算機の概念に一般化した。汎用計算機という概念の創造が現代の計算機科学を生み出したのである。1940年代に入り、より新しくかつ強力な計算機が開発されるにつれて、 コンピューターという言葉は人間ではなくそういった機械を指す言葉となった。1940年代から1950年代にかけて次々と電子式コンピューターが建造され、1950年代末には基本的な考え方としては現代にまで引き継がれている仕組みが完成した。前日の米国の国勢調査において、 パンチカードシステムが有用であった事例などもあるように、科学技術などにおける数の計算だけではなく、もっと一般の事務処理などといったデータ処理にもこういった機械は有用だということは、以前から明らかになっていたわけだが、そういった競技の計算より広い意味を指すごとして1960年頃には、主に学術方面では、インフォメーションプロセッシングという熟語が使われるように、 なり、機械翻訳やパターン認識のような数値計算ではない応用の研究が始まった。また、主に産業方面ではデータプロセッシングという熟語もあり、EDP という3文字語などもあった。コンピューティングという語の意味はそれらを含む広い意味とされるようになり、計算機科学はそれらを扱う科学ということになった。1960年代には、計算機科学は 独立した学問分野として確立され、大学などで計算機科学科の設立と学位認定が行われるようになった。実用的なコンピュータが利用可能になると、その様々な応用が改良域を形成していった。2000年前後には IT という子が流行した。一部の大学にはコンピュータ科学を専攻とする部門がある。まず近年、 コンピュータ科学と計算装置が普及させているものとして、すべての人にとって基本的な技術としての計算論的思考というものが考えられており、講述する国際学会が取りまとめているカリキュラムでも重視されている。各論的カリキュラムとしては、理算構造、プログラミング、計算理論、アルゴリズム解析、形式手法、並行性理論、データベース、コンピュータグラフィックス、 システム解析などがある。またスタンフォードでは、コンピューターサイエンスデパートメントだが、バークレイや MIT などでは、エレクトリカルエンジニアリングコンピューター、サイエンスというように、一般にこの分野のトップクラスと目されている大学の、いくつかでは、電気電子工学を名前につけている。コンピュータ科学専攻のためのカリキュラム案としては、国際学会悪夢が取りまとめているものがあり、 1968年のカリキュラム68以来定期的に情勢に合わせ見直されている。2015年現在の最新版は CS2013 である。日本の情報処理学会もこれに合わせカリキュラム標準を発表しており、2015年現在の最新版は j a 7である。他のコンピュータ科学以外の専攻においてもプログラミングが教えられているが、 それらはもっぱら、コンピュータ科学の一部としてよりも、物理や科学、あるいは、計算言語学といった分野において、コンピュータを道具として、使うためのものとして教えられている。なお、コンピュータ科学という用語について、情報処理学会のカリキュラム J97 では、コンピュータサイエンスを、情報工学、情報科学、計算機科学、計算機工学などの総称としているが、 それぞれの語に特に定義を与えているわけでもないため、語が点でに使われている実態を反映したものと思われる。学問としての歴史は浅いが、計算機科学は科学と社会への数々の根源的貢献をしてきた。計算機科学と関係の深い学問分野として、経済学、数学、物理学、言語学などを挙げることができる。一部の人々は、計算機科学は、 数学と関連が深いとみなしているという。初期の計算機科学は、クルトゲーデルやアラン・チューリングなどの数学での業績に強い影響を受けていたし、数理論理学、検論、領域理論、大数学といった領域は、計算機科学と数学の間でアイデアをやり取りする領域となっている。計算機科学とソフトウェア工学の関係は論争の的である。 ソフトウェア工学という言葉が表すものが何か、計算機科学の範囲をどう定めるかは、長年の議論の対象となっている。一部の人々は、ソフトウェア工学が、計算機科学の一部であると信じている。他の人々は、計算機科学が、計算全般を扱う学問であるのに対して、ソフトウェア工学は、実用的な目的で、コンピュータ処理を設計するものであり、 異なる学問分野であると考えている。この見方の例としてデイビッド・パーナスがいる。他の人々はソフトウェアは全く工学的に扱うことはできていないと考えている。ありがとうございます。